どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、神代リゼを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。ついにやってきました、この時が。いい火加減、仮面オールフル強化にして、なおかつ特攻がかかっている状態で、有利属性相手に試し切りをしていきたいと思います。で、今回は、このリバイバルで復活している、2周年の石金木と石有馬さん、この2人にも特攻がついていますので前衛この3人で固めて、まあ一応ねオールの、まあ、脆いし武器耐久値削られて一緒に飛ぶんでオークションムツキを入れて、でオールの後ろにハイルを入れて、まあここ正直ね、あの火属性のキャラクターだったらまあ誕生日金木とかでもよかったと思うんですけど、まあもしかしたらそっちの方がいいのかもしれない。ただ こいつはね、あの草キラー持ってるんで、はい。で、ハイセですね。はい。助走ハイセ、こいつでオールのアタックポイント増やして、ガンガンやっていこうかなと思います。では、行きましょう。さあ、見せてくれ、お前の力を。私とってもお腹が空いてるの。あ、そうか。最初からあれか。カグネ出てる状態か。で、武器耐久値は、あいつ11ですね。まあとりあえずここは金木を速攻で、覚醒させて、まずなブレイクは有馬さんにやってもらう。僕だ。で、オールまずスキルを打ちましょう。くらえや。まあ、バフかかってない状態でまあだいたい50万出てないぐらいかな。いやかっ、いやオールのアタックポイント22か、すげえな。いやで、まあ例のごとこの金木でね、相手にデバフをかけてこっちの防御力をガンガン上げていきます。で、金木くんはまあとりあえず1ターン目お役ごめんなんですよね。ここで下がってもらいましょう。出てもらって、ごめん遅くなった、大丈夫かわいいよ。で、アタックポイントをガンガン上げていく。で、これでオールで殴っていきます。あん時のレーダー食らえや。大丈夫だよねこれ、アリまでブレイクできるよね。んで、またオールで殴って、お、いいね、ブレイクしてない状態で3回殴れたね、スキル使って。おっと、120万出てる。とりあえずオール使い切ろう。オール使い切って有馬のスキルで、ブレイクしていきましょう。望み通りか。ザン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 。OK。さて、これでどれぐらい出るかな、一発。有馬のブレイクバーストとバフと、一発312万ぐらい出た今。312万ぐらい一発出てた。えげつねえ火力だな。で、またハイセ打って、これ1ターン目どうしようかな。これ怖いんだよね、あいつが武器耐久値を削ってきそうで。くらえや、くらえや。さて、1ターン目でもうすでに1億今の時点で突破してますね。さあ、ここからどこまで伸ばせれるか。これね、オールを使っていい、シフトどうしようかな、シフトをどうするかちょっと迷いどころなんだよな。一応ムツキのバフをかけておいた方がいいのか。一旦目様子見ようか、一旦目このまま様子見るか、置いておく、どうする、どうするか、どうするか、ちょっと怖いんだが、ちょっと怖いんだがこれ。まあ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 、じゃあここは一旦オール引いておいて、怖えからな、入るね。はーい。あー、こいつ武器耐久値マイナス8するのか、それはちょっと邪魔くさいかもしれないな。1億6000万ですね、一旦目ちょっと入るいらなかったな。武器耐久値を削らねえやつが、でもこれそうか、でも誕生日かねき、お、一旦目武器耐久値削りしてこないね。ハイルにちょっと下がってもらって、オールだね。てか、あいつ武器耐久値回復してこないのか。有馬のバフかけれねえ、有馬のバフかけれねえじゃねえか。おい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 、
させるかよ。望み通りか。ザン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 。これ2ターン目とかにあれだな、武器耐久値削りやられるときついな。どうなんだろう、してくんのかな。くらえや。これあれか、オールなんかくるって回ってんのか。あいつは攻撃の時にこいつなんかしてるなと思ったらくるんって回ってる、攻撃の瞬間に。あ、回ってる、スピンしてるね。いやー怖えな、このターンクソ怖えな。このターンめちゃくちゃ怖いんだが。大丈夫大丈夫大丈夫、武器耐久値削りじゃない。いやー出た、武器耐久値を自分の攻撃に打ち混ぜてくるやつ。まあでも普通にマイナス10とかしてこないだけマシだわ、これなら。じゃあハイセを発動させて金木を前に出すか。くらえや。まあ100万だね、ブレイクバーストかかって、やべ、かかってない状態で金木出して、僕は負けない。あー、これオール普通に交代した方が良かったのか。さては、金木を発動させた方がいいのか。でもこれやるとなんか武器耐久値がなんかあれだな、えらいことになりそうなんだよな。オールを全部発揮する前にアリまでブレイクしなきゃいけない状況まで持っていってしまうかもしれないが、ちょっとやるか。待って、金木の火力はどれぐらい出るん だ。こいつバフかかってるっけ。かかってねえな。あ、アリマのバフかかってないわ、そういえば。これでオールを使ってこれなんだっけ、どれぐらい減るんだっけ。8連と9だ、9当たるから、こいつを全部使ってアリマでブレイクして、危ねえ、あと1だったわ、本当に危なかった今の。望み通りか。で、これでまたフルの状態だね、今んとこバフは。くらえや。まだ2億8000万なんだよな。3ターン持つからこいつのデバフが、次のターンに打たなきゃいけないんで、まだこのターンはまだ大丈夫なんだよな。させるかよ。ちょっとね、立ち回りが初見であれだから、これリゼの行動が分かったら、あ、よし、食った。それに合わせて完璧にオールを立ち回らせてやれば、どれぐらい火力が出せるかな。くらえや。くらえや。一応、今の時点で3億5000万ぐらいかな、ダメージ的には。ザン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 。あいつのね、攻撃に確か今武器耐久値がプラス1削るように乗ってんだっけ。それはあれはそのターンだけか。オールが攻撃されない限り、2か、2ならこれ突きを出さなきゃダメなんだよな。無月を出さなきゃいけなくなったな。オールの武器耐久値回復しないといけないんで、まあただ無月で全部回復させておけば一ターンでブレイクまで持っていかれることはなさそう、アイスのアタックポイントの数を見ると。だからここ無月を出して最後でいいか。これね、今んとこね、ハイセお役ごめんなんだよね。ハイセじゃねえわ、金木だ。金木だったわ。削って、くらえや。これ削れるね、削ろう。あ、待て、いやーこれ削んねえ方がよかった。アリまでブレイクしてからの火力出るわ。しくったな、しくりもうしたわこれ。
今のスキルはしくり申した。順番アニマルブレイクしてから撃ってばよかった。僕だ。このターンやるべきことはまずムツキを前に出してスキルを一回打たなきゃいけないってこと。オールにシフトを使えなかったのが反省点だな。させるかよ。はい、背も出そうか。じゃあムツキ出してとりあえず打つっしょ。で次のターンアリマ出せばいいから。寂しいよね一人。あ、やべ、これハイセ出したからやれよかったわ。ごめん遅くなった。で待って、くらえや、くらえや。まあ火力は十分だ。プラス4してでもうちょい殴れると。こうこうこう。させるかよ。くらえや。まあバフがかかってるうちにね殴っておこうというそういう算段です。ムツキ打てるから打っておこう。一人ぼっちや。オーケー、やるべきことはやったと。で今多分5億ぐらいだと思うんで、なんかちょっとあれだな、立ち回りが下手くそだったな。武器耐久値1プラス、まあ3だからアタックポイントそんな高くないのがいいね。オッケー、まあ最終ターンブレイクされちゃうかもしれないけども最終ターンはいいんで、いいんです最終ターンは。でアリマ出して、はい、オールを打たせたいんだよなここは。まあこいつ武器耐久値削り欲しかったとは思うんだけどなかなかね、ブレイクできるやつにいっぱい攻撃させてあげたいからね。これで打ってほんでオールのアタックポイント全部使い切ってスキルを残した状態でアリマでブレイクしていくか。でアリマでブレイクと。アリマで3回殴れたね今の。望み通りか。ここでまたプレミが出ると。よし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 、オッケー。でオールのスキル打って、くらえや。よし、じゃあ普通にやっていくか。で、はい、背のアタックポイントアップを使ってこれあった方がいいのかな。ここ普通に他のキャラクターでもいいんじゃないか。その方がさては火力出るのでは。させるかよ。くらえや。さてはそちらの方が火力出るのでは疑惑。まあ、アタックポイント10あったら、いや10あったら1回打てるか。打てないだろこれ1回打てないだろ。打てるか、打てるのか。打てた、ジャストミートだ。ジャストミートだね。なるほど、ダメージ的には7億ちょっとか。あーちょっとプレミがあったから僕頑張ればこれ10億いける説まあ編成見直して、まあ、ハイルはいらなかったな。あとオールの方に回したいな。金木を覚醒せずに使えばいいんじゃないかって俺は今思ったんだよね。ちょっとオールの後ろに置いてね。
で、ハイセイをずっと前に出しっぱなしにして、みたいな。うん。はい。じゃあダメージレポート見ていきましょう。とりあえず7億3000万ですね。3600万。まあほとんどオールが出してくれてる状態ですね。こいつ火力は申し分ないな。ブレイクされないように気をつけて、途中ねちょっとブレイクされそうになったんですけど、まあブレイクされないように気をつけて立ち回れば、ちょっと10億狙ってみようかな次。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。